花草城、または、花市城は、静岡県藤枝市下荘阿蘇勝谷に所在する、戦国時代の山城、下荘城とも、1536年に勃発した、花草の乱において、最終決戦の舞台となったことで知られる、藤枝市指定史跡。静岡県中部、志田平野に望む三階の数峰、標高297メートルの城山に所在する。 今川の氏によって1353年頃に築城されたというが、今川の政が今川市本郷を寸府に移転した時期とする意見もある。城跡は南北に伸びる山頂両線を掘り切りで区切り本丸、二の丸が築かれ、それぞれの平場に土塁を回らせている。山頂両線から派生する他の両線にも複数の掘り切りを設けて防御施設としているが、 発掘調査は行われておらず、正確な上域は確定していないという。武田市、徳川市による改修を受けていない今川市独自の上角移行とされるが、本丸、二の丸間に見られる細い鬼筋を両側の谷に向けて縦り状に切り開いた堀り切りなどに武田市による改修の可能性があると指摘されている。百三十六年五月、当主、 今川宇治テの休止により勃発した聖家昌法と兄玄広江元による家徳争いにおいて玄広江元派が肩の上場と共に花僧城を拠点として抵抗したが聖家昌法派の総攻撃によって同年6月10日に落城。玄広江元は敗走の後自害し乱の終結を決定づけた。この一連の戦いでは 岡部一勝長が法の上場と登場を落とす活躍を、見せ、今川義元より感情を送られたという、ありがとうございます。